そしてくれたきっとやべるべてもしゃあねえべ。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 そんなこと言やっとやっけやっべやるしかねえべ。そんな記憶あっけあっぜあっぞ。なんじゃやるしかねえは生きる。はい、皆さんこんばんは。カモン雄三の優しい独り言、2月の15日、バレンタインデーの過ぎた、本日火曜日の毎週火曜日の、恒例の放送でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして皆さんチョコレートはいっぱいもらったでしょうか。男性だけじゃなくね、女性も聞いていると思います。老若男女皆さん元気でしょうか。こちらですね、那須地方、まあ那須だけじゃなくてね、昨日の夜からすごい大雪が降りました。まあ僕もね今日仕事で大変でしたけど、まあねこの県北の那須の住民はみんな雪に慣れてますからね、なんてことなくみんな出勤したんじゃないかなと思うんですけども、ねびっくりな、でも雪でしたね。あの天気予報が全く外れたらしく、東京では、まあ雪が降っても積もるほどじゃないと言ってたところ、どうもすごい雪が降りましてですね、僕のフォローしてるツイッターの方、そしてブログの方、みんなテーマが雪雪雪と、もう雪ばっかりのね、ブログそしてツイッターばっかりでした。まあそんなわけでですね、まあ今日はもう昼間晴れてですね、あっという間にこちらも雪は溶けてしまったわけですけれども、まあその影響ですか、なんかすごい大きい事故があったみたいですけどね、なんかテレビもなんか見ながら僕もこの放送の準備してたんですけど、まあ今日はとにかくですね、スペシャルでございます。僕ね定期的にですね、いろんなことをやっていこうと思って、今年は特にねいろんなことを本当動画を使ってやっていきたいなと思ってですね、いよいよ今日、新コーナーがスタートします。これ前からあんまり言ってなかったんですよ。っていうのは、まあ僕がね、今回レポートじゃなくですね、なんとあの方がですねレポートしてくれてるんでね、これがね、第2回第3回と続いていけばなと思ってるんですけど、まあ今日は初回ということで、まあ僕の中ではですね10分ぐらいのコーナーを設けてですね、月に1回から2回できればななんて思ってたんですけど、まあ何せですね、今回の1回目ということで、これはスペシャル放送ですからね、10分のコーナーを初回スペシャルバージョンで15分拡大という15分も拡大して、もうね本編よりも全然長いじゃないかっていうぐらい、今日はたっぷり皆さんにですね、楽しい映像を見ていただこうと思ってるんですけども、まあ夜鍋してですね、僕の方でもうがっつり編集させていただきましたね。がっつりっていうほど編集してませんけど、まあ、まあまあまあ楽しみにしててください。まあそんなわけでですね、今週1週間、ありましたね。今週の日曜日はアコフェスです。このアコフェスの映像もですね交えて今日は、皆さんにたっぷりと今日のメールテーマをですね、中心にお送りしたいなと思うんですけど、今日のメールテーマなんですけど、つけ麺、皆さんつけ麺食べますか。ラーメン派はまあ普通に多いんじゃないかなと思うんですけどね、なかなかねつけ麺、まあ最近つけ麺出す店も増えてますけどね、県北ではまだまだつけ麺専門の店っていうのがあまりなくてですね、まあ実際食べたらどうなのかっていうのもあるんですけども、ぜひですねあなたの町のつけ麺屋さん、おすすめのつけ麺屋さん、そして、あなたのつけ麺の、こだわりとかですね、いやつけ麺よりラーメンだとかね、そんな意見でも構いません。どんどんお送りください。メールの送り方はですね、ここに、これどっちにどうやったらいいの、ここにですね、流れております。ナスアンダーバーウェブアットマークヤフー .co.jp、 こちらまでですね、こっちのカメラでいうとここかな、こちらにですね、メールをお送りください。つけ麺というテーマでですね今日はお送りしますね。もう新コーナーやりますからね、楽しみにしててください。まあそんなわけで今日はですね、いつものようにいつものようにですね、この映像でスタートしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日はスペシャルですよ、よろしく。走り出す走り出す
そこに届けよう。はい、というわけで始まりました加茂雄三の優しい独り言。皆さんこんばんは、MC の加茂雄三でございます。ですね、そうそう、皆さんにお伝えしたいことがありましてですね、皆さんスマートフォン、今もうねテレビでもね、いろんな番組でもいろいろ特集と、やってるようですけれども、先日ですね、この話も後でゆっくりしようと思うんですけど、とにかくスマートフォン、僕買いましたじゃん。もうですね、これ難しいんですよ。僕が買った機種はですね、レグザという東芝さんの出してるものでですね、この間二郎さんに会った時にお話したんですけど、ありがとうございますって二郎さんになぜか言われましたけど、これレグザのスマートフォン、AU です。これですね、全く僕はもう、興味本位ぐらいでこれ買えたんですけれども、なんと2月10日に発売でですね、前にですね、僕予約しようと思って au ショップ行ったんです。そしたらすいません、初回生産分が人気で予約を今打ち切ってますというお話でして、で発売が決まったらまた予約できるかなと思ってて、そしたら、2月の8日にですね、僕これがなんと10日に発売が決まりましたという記事を見つけてですね、ちょっと別な電気屋さんに行ってちょっとたまたま聞いたんです。予約ってできるんですかって言ったら、できますということで、それが2月の9日に予約しましてですね、2月の9日の昼でしたね。で夜ちょっと僕プラプラしてたら電話がかかってきたんです。そしたらですね、その予約をしたお店からで、明日発売で明日購入できますというような連絡が入りましてですね、なんと発売日その日にですね、僕このスマートフォンを、ゲットしましてですね、それからいろいろ研究をしまして、今いろいろ使ってるわけなんですけどね、何ができるのかっていうのをいろいろ研究してきた結果、昨日ですね、なんとすごいことに気づきました。なんとですね、このナスウェーブの放送がスマートフォンがあればどこでも聞けるということが分かりました。そんなわけで今日の僕のブログにはですね、その聞き方というのを載せてあります。iPhone もスマートフォン、iPhone と Android と Windows、Windows Phone 7っていうやつなんですか、3種類がスマートフォンは今あるようですけれども、みんなこれで聞けます。で、それはどうやるかっていうと、それぞれの機種に合ったアプリというのを入れます。これちょっとブルーさんにですね、実はさっき話そうと思ったのはこれブルーさんに言われたんですけど、 iPhone でナスウェブ聞きたいんだけどなんか設定があるんだよってお話を伺ったんですけども、僕いろいろ調べました。その結果ですね、これでナスウェブを聞くには、それを聞くためのアプリを入れれば聞けます。はい、これはですね、無料でアプリは手に入ります。はい、ぜひあなたのスマートフォンからですね、ユーストリームと入れてですね、アプリを探してみてください。それを、ダウンロードしてインストールしてですね、でそのアプリを開いていただいて、で視聴というのがあります。視聴というところをクリックしていただいて、タップっていうのかな、タップっていうのを押すのね、タップっていうらしいんですけど、こういうのね、タップしていただくと、検索ができる画面になりますので、そこで、頭大文字のナスで、そのまま続けて大文字のウェーブ、大文字全部大文字じゃないな、 N と W だけ大文字なんですけど、ナスウェーブ、これ入れていただくとナスウェーブの番組がなんと4つ出てきます。4つ、それはナスウェーブとインディアンサマーと、ライブイベント、そしてなぜか僕が最初にテストで作っといたカモン雄三ショーというですね、4番組が表示されますので、そこからナスウェーブを選択していただくとですね、なんと生でこのスマートフォンでどこからでもですよ、駅前でもどこでも見れますから、ぜひですね、このスマートフォンお持ちの方、これをユーストリーム、便利ですからね、アプリ、インストールしていただいて、ぜひ iPhone お持ちの方、Android 携帯お持ちの方、Windows フォンお持ちの方ですね、ぜひアプリ、やってみてください。これは放送側は何も設定は変えないそうです。放送側は何も変えない、聞く側がそのアプリを必要としているということです。そのアプリから番組を探して聞くというようなやり方だと思うんでね、ぜひお試しください。そんなわけでちょっと時間食っちゃいますね。今週はですね、メールテーマつけ麺ということで、
皆さんからメール募集しております。なんかね今日は続々メールが来てるので、楽しいですね。つけ麺はなんだ、みんな食いつきやすいテーマなのかな、もしくはすで、にある方がこの今日の放送かなりですね、宣伝してくれてるようなのでそのせいでしょうか、メールが来ておりますのでですね、それはゆっくり後日じゃない、そのねスペシャルの後に、ゆっくり読みたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。まあそんなわけで今週1週間はですね、なんと2月の13日日曜日過ぎましたけど、一昨日ですけどね、ライブハウスフリーダムの方でライブが開催されました。そうです、アコフェスのボリューム6です。今回もですねパワフルなミュージシャンがたくさんですね、集まりまして、パワーのあるですね歌を聴かせていただきました。いろいろねトラブルというか、なぜか歌う順番が変わったりとかもありましたけれども、まあそれはですね、まあまあゆっくり後で話していこうかなと思うんですけどね。今日その中からまず一人目、紹介したいと思います。昔はですねコズモという名前で歌ってた方なんですね、この方ね。今はですね、本名なのかな、高久圭一という名前で、高久圭一という名前でですね、歌っております。テリベア、これ前にもですねアコフェスに出た時に歌ってる曲なんですけど、すごくいい曲です。我がナスウェブのですねマスコットのあーちゃんもこの高久圭一さんすごくお気に入りになっておりましてですね、ぜひゆっくり聴いていただきたいなと思うので聴いてください。高久圭一でテリビア、どうぞ。次は暗い曲ばっかりになってしまうんですが、テリビアという曲を。余るものすべて欲しいなんて言わないから、ね、大切なもの一つだけこの腕で抱きしめていたい。Bye-bye.
はい、聞いていただきました、これがですね高久圭一さんでテディベアというですね曲でした。なんかねすごくあの独特の世界を持ってる方かなっていうイメージが僕にあるんですけどね、すごく聞きやすくていいなと思って、でどうもね歌ってる時も普段もねこういう感じなんですね。なんかのんびりした感じのね、高久圭一さん、すごくなんでしょう、まあ今度ですね実はライブがありまして、でその告知もですねここでしておこうかなと思うんですけど、高久圭一さん3月の20日かな、石の美術館ですか、こちらでですね、ライブを開催されます。でこれは実は、石の美術館、開設10周年記念ということで、ミュージシャンはですね、宇都宮から卵さん、群馬から FEO、宇都宮からメレメレ、もう一人宇都宮から安城雅人さんですか、参加されるライブのオープニングアクトということで高久圭一さんが歌います。でこのライブの実は、PA を高久圭一さんがですね、やるそうで、芦野のストーンプラザ、そうですね、ブルーさん書いてもらってる通りです、石の美術館ストーンプラザですね、こちらのライブはですね入場料のみで聞きますので、安城雅人くんですか、安城雅人くんですね、僕なんて言ったかな、安城雅人くんですね、あ、雅人じゃない、雅人くんなんですね、あ、はいはい、まあそんなわけで 4人がですね、なんと一部は午後1時から2部が2時半からということでですね、どうなんだろうな、15分ぐらいずつの時間なんですかこれ多分ね、15分から20分ぐらいずつの時間で、歌います。我がナスウェブのですね、おなじみのメレメレさんも参加ということでですね、ぜひ、3月の20日日曜日ですね、連休の日ですねこれね、連休の日曜日にぜひ皆さん遊びに行っていただければと思います。はい、そんなわけでですね一発目は、アコフェスから高久圭一さんをご紹介させていただきました。さあそれでは、お待ちかね、チャットの方にもですね、今日は、マサヤンさんですか、マサヤンさんですかね、大島さんがね参加してるようですが、まあまあ今日からですねなんと、新コーナー、月に1回、まあ目標は月に1回やりたいなと思ってるんですけどね、なんとこの今日チャットに参加してるですね大島雅弘さんがですね、レポートしていただいている新コーナーがスタートということで、これはですね、題して大島雅弘の栃木つけ麺部というですね、もうあのブログの方ではもう大島さんはもう去年1年ですねつけ麺部ということでいろんなお店を食べ歩いて写真も、感想などもいろいろブログに載っていたので、僕もすごくつけ麺には興味がありましてですね、じゃあこれ ぜひあのコーナーにしないかということでお話したらやりますということでですね、そんなわけで、行ってきました。第1回、今日放送第1回スペシャルということで15分拡大スペシャルということで毎回多分10分じゃないと思うんですけどね、まあそんなわけでゆっくり見ていただきましょう。
僕が夜鍋をして編集しました、第1回になります。大島雅宏栃木つけ麺部、ぜひ、ゆっくり見てください。どうぞ。大島雅宏の栃木つけ麺部。はい、こんばんは。どうも、イエイ。はい、大島雅宏のつけ麺部ということで、どうもよろしくお願いします。大島雅宏でございます。そしてあーちゃんでございます。はい、あーちゃん今日やってきましたよ。今日やってきました。ついにね、私のコーナーが始まったんです。大島雅宏のつけ麺部という。つけ麺部、ただつけ麺食うだけで。そうです。なんですけれど も, なんですけれども食べたことないとこやっぱり行きたいので、僕行きたいですね。今日はね、あの噂に聞いてたあのクックマンのお店にやってきたんです。その名はラーメンこげん。こげん、はい、来ちゃった。はいね、そんな感じ で, 感じで、僕今日初めてここに来たんですけど、あーちゃん今日何回目ですか？いっぱいすぎて数えきれないぐらいです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ってそんな感じでね、数えきれないということで、もう相当来てるということです。で、僕はもう今日本当にバージンなので、今日はねちょっと緊張しております。まあ、今日ちょっとクックマンいるか分かんないですけれども、ちょっと店内の方にね早速入ってみようと思います。ではでは行こう。はい、行こう。トゥ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 。部長、副部だな。そうだ、その紹介もしないとね、うん、副部長だってことで、今日は今日私が部長で、はい、君は大島部長です。どうも、大島部長です。あっちゃん副部長です。副部長のあっちゃんでございます。副部長のあっちゃんでございます。食わねえのかよって、そういう感じで、ね、つけ麺歴がほぼないあっちゃんでございます。あの何回かはありますか？ないです。ゼロ？ゼロ。あ、まあ、1回。あ、そうですか。じゃ今日初めて味見させてもらったんですよ。ちょっと食べてみたらね、いいと思います。うん、今日ちょっと食べて、部長にしてまだ1回しかつけ麺食べたことないあーちゃんでございます。はい、じゃあ、あの、なんだっけ、そう、なんでこのあれが始まったかっていう企画が始まったかっていう、ちょっといきさつというかきっかけを今思いついたんで。思いついたんですか？あの、突発的に思いついたので、はい、ちょっと説明したいと思います。あの、今日ここまで来るのには長い道のりがありまして、まあもう3年ぐらいになりますかね。初めてつけ麺という食べ物を食べた時に、ああ感動したわけですよ、僕は。で、それから徐々にラーメン屋に行ってつけ麺を食べる回数がだいぶ増えてきて、最終的にはもう言ったらつけ麺しか食べなくなっちゃったっていう。それが去年1年間もう相当いったっすからね。ただですよ、あの那須の方面にはラーメンを食べには来たことがないので。おー、ないんですか？つけ麺も。あれだよ、もったいないですね。そうなんですよ。なのでこれはいい機会だということで、今回のカモンさんのね、第1回目、大島雅宏つけ麺部やりませんかということでお話いただいたわけですよ。ありがとうございます。そんなわけで今日はラーメンこげんにやってきたんですけれども。行きました。部長はね、緊張してますよ。緊張してますか？全然緊張してないんじゃない？副部長何も緊張してません。いいね。で、今日何回目なんだもん。ね、もう何、ここにはもうこなれたじゃねえ、もう何回も通い慣れたもうお店ですからね。足しげく通ったということで、僕はもう初めてなので。でもラーメン屋さんに関しては一人で来られるんですよ。他のお店では一人で来られないんだけど、そう、お一人様が唯一できるのはラーメン屋と牛丼屋。うん、私どこにも一人で移動できないので、お一人様一回もないです、うん、大丈夫だよ、これから、うん、お兄さんがいい思いを後でいっぱいさせてあげるからね。それでもお二人様だよね。二人もいれば十分じゃねえかよ。ということで、あの、今日は
あのつけ麺を食べに来たんです。つけ麺を食べに来ました、はい、であのメニューをねちょっと見てみましょう。つけ麺です。今日頼んだのはこちら。こちら今部長が頼んだのはこちらでございます。はい、まだ頼んでないということで、ちょっと注文を待っております。はい、頼んだのはっていうか頼むのはですね、はい、今ねちょっとねあれですから、はい、そんなわけで今日食べようと思ってます。これをこげんつけ麺でございます。なんか名前があったよ、冬の魚介系つけ麺。魚介系です。はい、今の流行りのなんとか系でございます。なんとか系か、じゃあ何他に何があったの。なんとか系って例えば出てこない、出てこない。何系だろう、秋葉系。ノリ系。はい、はい、あ、じゃあこれをこれを、はい、お願いします。つけ麺、はい、僕はこれを食べます。はい、つけ麺を。あ、じゃあ何食べる。私はつけ麺部だから 何食べる。何がいいかな。つけ部長何食べますか。つけ部長は、ええ、味噌ラーメン。ラーメンか。ラーメンと餃子一つお願いします。はい、味噌は細麺と中太お選びください。おすすめでお願いします。細麺で、おすすめで、おすすめ、わかりました。はい、つけ麺が一つと味噌と餃子で、はい、お願いします。あ、じゃあまさかの味噌ラーメン。つけ麺部第1回にしてラーメンと餃子。イエス、素晴らしい。その破天荒、破天荒ぶりがいいね。うん、いいと思います。はい、というわけで、副部長にしてラーメンです。どうも。どうも。とりあえずピースしてみました。で、ということで、そのあれなんですよ。ちょっとこのメニューの写真を見たら気になったんですけど、はい、この鍋っていうか漬け汁の器が、これは鍋なんですかね。なんか。あれですね、固形燃料が入ってるんですね。じゃあ熱々で食べられるという、はい、これ誰なんですかね。カモンさん、はい、カモンユードさん、カメ今日のカメラマンはカモンユードさんでございます。カメラマン&ディレクター、カモンユーゾーの優しい独り言、はい、火曜夜22時から、絶賛放送中ということで、みんな聞いてね、よろしく、そういうことです。はい、でカモンさん、はい、このつけ麺の器にこの固形燃料が入っているということで、はい、これは斬新な、斬新ですよね、また新しい感じのつけ麺ですよね。そうですね、冷めないですからね。僕 のなんか考えというか、はい、つけ麺に対するロマンというものがありまして、はい、それがね、やっぱり冷めることにロマン感じたりしてるんですよ。なんとなくわかります。はい、はい、初め熱い、だんだんつけていくとまあ薄くなってぬるくなっていくっていうのがつけ麺のセオリーだと思うんですけど、そこに僕は美学というかロマンをちょっと求めてまして、それを全くね、本当にね、そう、常識を覆す、最後まで熱く食べられるという楽しみですね。はい、最新作客満プロデュース冬のつけ麺のポイントは、特注の超極太麺仕様でボリューム満点、食べ応え十分、濃厚な魚介スープは最後まで熱々、ただいま焦げん一押しラーメン、ボリューム満点の超極太麺を使用し、魚介スープは濃厚で寒い時期にぴったりという冬の魚介系つけ麺でございます。素晴らしい。あ、じゃあどっかを呼んでたみたいな。あ、じゃあどっか呼んでたみたいだね。呼んでないです。素晴らしい。あ、ちゃんと演技力。素晴らしいね。女優になったら、女優、うん、何の演技するの。 AV ダメダメ、あ、ダメだね。あ、こんな可愛い子が、こんな可愛い子が AV なんてね、あれですけどね、もう本当にアイドルとかそういう系やった方がいいと思いますよ。あと、でも将来の夢は動物園の飼育員でございます。あ、もうそういう夢があるんですね。はい、なんか僕は10歳若かったら何とかしようかなとかと思ったんですけど、まだどうにもなりませんよね。はい、やってきました。あちゃんの味噌ラーメン。副部長のくせにラーメン頼みやがったということで、まあとりあえず食べていただきましょうか。まあとりあえず森園の話はそんな感じで、はい、もう大体伝わりましたよね。はい、先にいただきます。どうぞ。いただきます。
あーちゃん、初めてのここでの味噌ラーメンです。おお、そうなんですか。美味しそうですね。食べたことあるものよりも食べたことのないものかと今回は。うん、素晴らしい。はい、失礼します。はい、じゃあ卵、それになります。どうですか。喋ってて、はい、あーちゃん食べるので忙しい、はい、ね、ちょっと髪の毛がね、ラーメン部にしない、ね、ラーメン部はじゃあ別で作ってください。コメンラーメン部部長です。ウィンボス中中勝手にね、こんな感じになっちゃいますけど、第1回から本末転倒みたいなね、なんかそんなつけ麺もやってんのにっていうね。そうですね。あーちゃん今味噌ラーメン食べてますけど、普段はなんか焦げんの豚骨が好きだっていう話をこの間伺ったんですけれども、焦げんの豚骨のね、コクがあってね、すごく美味しいの。うん、なんかとてもね、美味しい美味しいって言ってたので、そちらもちょっと後で食べてみたいと思いますけどね。今日はまあつけ麺の番組なので、僕はつけ麺を食べますけれども。やってきました、冬の魚介系つけ麺。魚介系です。すごい、これ来ました。これもうね、器がね、もうすごいですよ。下に火がついてます。ちょっとね、見てください、火がね、ガンガンついてますね。熱いまま食べられるというこの魅力的なつけ麺です。具もいっぱい乗っかってってね、とても美味しそうです。ちょっとあの儀式を毎回やってるので、つけ麺部の部長のいつも儀式を、写真撮影をちょっとね、こんな感じで、はい、1枚撮ったね、これで。ここからいつも食べ始めるんです僕は。はい、お、なんか火がすごいついた。お醤油通しもらってもいい。じゃあちょっといただいてみましょうかね。これどうやって食べるんだろう、なんかこのままいっちゃっても大丈夫なんですかね。僕つけ麺って疑問に思ってることがあって、はい、具を入れるタイミングとか、あ、もうそれは自由だと思うんですけど、これほら、これは熱いからいつ入れても多分いいと思うんですよね。あ、なるほど。でも湯気が出てるからこれ熱いのかな。ちょっといただいてみたいと思います。じゃあ、美味しいよ。すごい、あ、魚介の香りがすごい。カモさんもこれ食べたことあるんですか。僕あります。どうやって食べました。僕具入れちゃいました、さっき。あ、なるほど。でここにもう入れて、そのラーメン食べちゃう感じですか。じゃあちょっといただきたいと思います。じゃあすいません、いただきます。あ、これは魚介の強い感じで、あ、すごい、なんかね、濃厚ですか、あっさりですか。濃厚ですよ、結構濃厚だと思います。あ、すごい、なんかね、お魚が、うん、あ、美味しい。あの、お魚が強い感じがして、結構僕は好みの味です。ちょっとチャーシュー投入、メンマ投入、野菜もいっぱい入ってるので野菜も投入しちゃう。もうとにかく具が多いですね。具沢山のつけ麺です。 ありがとうございます。すみません、これでもすごいな、熱そう。麺もね、どうですか。結構ね、太いですよ、太麺 でこれの意外と汁はまあ、シャバしてる感じで、シャバ系、いわゆるシャバ系といった感じですかね、僕からすると、うん、でこれちょっと食べてみますよ。あっち、あの、やけどしたら大変だよね。本当だよね。でも熱い、すごい熱い、やっぱりこの火の効果があるんでしょうね。熱々なので食べる方が美味しいんですよね。はい、そうです。ですが、この今までのそのつけ麺はぬるくなっちゃうっていう、その、ちょっと、まあ、弱点っていうか、まあ、僕はそれが醍醐味だと思ってるので、ちょっとこれは常識をちょっと覆す感じで、最後まで本当に熱く食べられそうです、これは本当に。あ、野菜もちょっと食べてみようね。うん、熱い。
うん、暑いけど美味しいですよ。うん、なんかね、ここでラーメン食ってるような感じなのかな、なんて。うん、あけ。部長それしか言ってないんですけど。チャーシューうまい。うまいか、あっちしか言ってない気がするんですけど。ここにあの器があるので、ここに入れてこうやって食べるっていうのも。ぶっとこぼれました。見なかったことにしてください。あ、でも美味しいですよ。うん。ちょっと一発目からなんかちょっと今まで食べたことない感じの、お、大丈夫ですか？今まで食べたことない感じのつけ麺なのでちょっと動揺してますけど、このやっぱり器がなんといっても、ね、鍋っぽいですね、特徴がありますよね。本当そう、鍋食べてるような感じ、麺入り鍋をつけてる感じ、うん、つけ麺鍋みたいなね、うん、まあ、とにかくこのしゃぶしゃぶみたいですよね。麺もしゃぶしゃぶする感じ。そうですね、しゃぶしゃぶして、あ、こっちじゃないか、あのしゃぶしゃぶして、ね、そういう感じで、はい、部長やばいです。夜になってきたから大丈夫、うん、あーちゃん、はい、大人の時間だよ、うん、これだから大人のつけ麺、なんかしゃぶしゃぶして、しゃぶ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 、ああ、はい、はい、いただきます、いただきます、すいません、黙って食べます、はい、こちらが先ほどのあの冬の魚介系つけ麺とまた違う裏メニューだそうです。裏メニュー、これ何つけ麺という名前なんでしょうか。これは、これ何つけ麺ですか。裏メニュー、裏メニューのつけ麺の題名は、はい、失礼します、吉祥寺になります。裏メニューのつけ麺の題名は、これつけ麺だね、つけ麺ね、つけ麺だそうです。つけ麺だそうです。プレーンつけ麺だそうです。こげんつけ麺でございます。どうですか、今こちらの、え、はい、撮ってもらってるんですけど、あれ、クックマンがいる。お、クックマンだ。地球みんな久しぶりだな。私はどんな空気もこんなにかる地球の食材を守る日のクッキーさーん、クックマンだ、こんにちは、クックマンです。てか何やってんの、クックマン何やってるのよ。食べに来たよ。食べに来たの、食べに来た、つけ麺食べに来たの。どう、うちのつけ麺は美味しい。はい、今いかがでします。美味しい、いただきました。味噌ラーメンも美味しいよ。何、味噌ラーメンが美味しいです。味噌ラーメンも美味しいって、こんな美味しい味噌ラーメン初めて食べたそうです。じゃあそのだけで食べてと思いますよ。まあまあね、あったかいと食べて、うん、あーちゃんおすすめは餃子です。いや全然ラーメン関係ないじゃない。まあ餃子もありがたいけどね、ありがたいけど、こちらの醤油ですか。はい、そう裏メニュー、そう、うん、あ、下になんか氷が入ってます。あ、そっちは冷たい。これはね、はい、あの夏頃になると出始めるつけ麺ね。あ、裏メニューじゃないんですか。季節が裏ってことで、裏メニューね。なるほど、裏の季節。そういうわけですね。そうそう、冬に対して、そう夏、うん、じゃあ夏はこれが裏メニューになる。そう、だからこれオーストラリアのね、ラーメンかけオーストラリア店ではこれ営業やってると思うんですよ。うんうん、そういうわけですね。そうクリスマスの、そうクリスマス時期のね、うんうん、夏のクリスマスみたいな。そうなんです、はい、という感じでこちらの、夏の裏付け麺、あ、冬の裏付け麺ですね。そう冬の裏付け麺で、こちらが夏のこれは冬のね、魚介系これちゃんと名前がついてる。そう、冬の魚介系つけ麺ね、これ夏になったら、うん、裏のつけ麺になる。そうこれがね、今この時期の裏筋ですね。裏筋はちょっと僕の分野なんです。ああ、そう、取られちゃったんですね、今ね。はい、質問があります。何、はい、うん、これは夏になったらどういう名前になるんですか。焦げんつけ麺ってね、焦げつけ麺、そう、裏つけ麺、裏つけ麺、季節によって名前が変わる、うん、つけ麺さっぱりしてますね。イケメンじゃなくてつけ麺、さっぱりしてます。イケメンだったらよかったのに。やっぱり夏と冬じゃね、味付けがちょっと違う。なるほど、
そうそうそう、冬は濃いめの、そう濃いめのね、感じでね、こっちはさっぱりいただきます。はい、で僕もなんか冬なのに汗かいてます。クックマンの登場にちょっと今かなり汗かいて、いや食ったでしょ。クックマンがいるんですか。いやね、たまたま今お店来たらね、今日はクックマンいないって言ってて、ちょっと残念だったんですけれども、うん、よかったでしょ、ここで、ね、ご飯食べてる時にクックマンに会えて。中華さん久しぶりだね、本当にね。久しぶりです。ね、こんなところで会うなんて思ってなかったよね。ね、いや、いつか来ようと思ってたんです、ここに。本当？ね、やっと来られて。ああ、よかったよかった。それがこんな形になっちゃったけれども、ね、ちゃんと味わって食べますんで。いや、ぜひぜひ食べてみてください。はい、ありがとうございます。うん、そんなわけで、じゃあつけ麺部、エロつけ麺部じゃないですけどね、つけ麺部ですからね、クックマン。よし、はい、テレビの前のみんなは、このつけ麺のうまさを想像し、指をくわえて見てるがいい。次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあな。おお、クックマンありがとう。はい、はい、というわけで、はい、ラーメンの麺の、冬の魚介系つけ麺、無事完食いたしました。この通り。じゃあもうラーメン完食だぞ。誰か手伝ってたよな。あっという間になくなった。さっきめちゃくちゃ残ってたのに。そんなわけで、今日ので、そして裏メニューも、はい、僕が食べましたね。つけ麺も、はい、焦げんつけ麺も、カモンさんが平らげました。はい、はい、あーちゃん、そんなわけで、とりあえずこれ美味しいよ。締めようよ、とりあえず。ちょこ食ってないけどさ、これ山ぶっちょからもらったの、甘ぶっちょこだったよ。だそうです。バレンタインですからね。バレンタインですから。そう、今日はそう、2月収録来たのは今日はバレンタインの10時前でなんですよね。はい、ということで、まあ、チョコレート食べる、ラーメン食った後によくチョコ食えんなって話なんですけど、自分だったら無理だな。で、今日食べたんですけども、あれ、クックマンどこ行っちゃったんだろう。あ、そうか、人違いか。似てる人がいるなと。店長さん？あ、店長さん。あ、どうも。はい、岸本さん。ラーメン焦げんの店長の岸本です。いや、今日はお忙しい中来ていただき誠にありがとうございます。いや、とんでもないです。こちらこそ。美味しかったです。ありがとうございました。またこれに懲りず、いつでもご来店くださいませ。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あのクックマンはどこに？いるですね。大変クックマン様は忙しくて、クッキング製に、はい、バレンタインイブということでですね、モテるんでね、帰りました。チョコもらいに、はい、はい、だそうです。クックマンもね、忙しいそうなんですよ、あーちゃん、ね、そんな中もね、あーアイスクリーム、おあらままこれはアイスクリームいただきました。またあーちゃん食べると。あーちゃんラーメン食うのは相当きつかったみたいだけど、チョコとアイスは普通に喜んで食べてますね。やっぱ別腹というべきものです、ね、女の子よく言いますよね、それだったら別腹だって。おいしい。ほら別腹。いや、まさかあーちゃんにこんな口移しで、口移しでね、本当はしてもらいたかったんですけどね、今思わず欲望が出ちゃったんですね。ね、うまいこといきません、 いかない世の中ですけども、たまにはこんな幸せな時間がもうあってもいいんじゃないかなという感じで、まあ、今日は、ね、第1回大島朝廣のつけ麺部、これにて終わりにしたいと思いますけども、第1回はラーメンを麺にやってまいりました。第2回目お楽しみに。はい、ということでよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。翔さんもありがとうございました。ありがとうございました。クックマンもありがとう。ありがとうございました。あれ？あれ？はい、見ていただきました、大島雅宏の栃木つけ麺部、いかがだったでしょうか。今日から1回目ということでスペシャル、今日は24分ですね、尺を長くしてですね、長くして今日は、
お送りしました。っていうかね、もうこれでもすごいいっぱいカットしてます。もっとね、大島さんのね、エロい部分はもっといっぱい出てたんですけどね、あんまりエロい部分ばっかりでもしょうがないかなと思ってですね、まあまあまあ、2回目もですね、楽しみにしていただきたいなと思うんですけどね。一応この映像はですね、この後YouTube の方にアップさせていただきますので、もしよかったらですね、皆さん YouTube からもう一度確認していただいてですね、細かなところを突っ込んでいただいてもいいかなと思いますので、よろしくお願いします。そんなわけで、メールが来ております。ラジオネームラーメンつけ麺俺コロナ店コロナ太郎ということから噛みましたけど、お疲れ様です。カモンさん大好きです。でもゾウさんの方がもっと好きですということでですね、重要なとこ僕さっきから噛んでおりますけれども、まあそんなわけで、そんなことは置いといて、つけ麺の美味しい私のおすすめのお店は宇都宮、これなんていうものだろう、西警部町にある、麺屋清水です。麺屋清水で検索すると出てきますと、ここは私が20代半ばの頃一緒に厨房で働いていた中華の先輩がやっているお店です。私は洋食でしたがということで括弧して入ってますね。私は先輩の清水さんに中華料理、特にチャーハンを教わり、まかないで作っていました。その当時から中華のスープは絶妙で何にでも使えるものでしたし、料理も絶品でした。そんな料理のセンス抜群の清水さんのお店がなんと宇都宮の行列店柳麺マルシエっていうものかな、がプロデュースし、3月に店名を変えて、メニューも一新リニューアルしたんですということで、おすすめのつけ麺は丸しげでオリジナル開発された中太麺を使用し、鶏白湯濃厚スープで提供しています。他濃厚醤油ラーメン、和風の清水醤油ラーメンなどもありますと。インターパークに行く途中いつも車がたくさん止まっているので気になっていて本日行ってきました。おお、本日行ってきたんですね。運よくすぐに座れました。かっこ火曜の1時ぐらいですが、少しするとどんどんお店が、お客が入ってやってきました。今回は濃厚醤油ラーメンとつけ麺をいただきました。2つ食べたのかこれ。醤油ラーメンは確かに濃厚で中太麺がよく絡みます。こってり系好きにはたまらないかと思いました。つけ麺は魚介で出汁を取った和風のスープです。あっさりで美味しかったです。スープの中でチャーシューがトロトロになっていて、お肉が苦手な私も食べられました。半熟卵もとても美味しそうでした。冬の平日限定20食のラーメンがとても気になりました。割合近場でこのラーメンが食べられるのは嬉しいです。というのは真岡市の20代の女性のコメント。言ったら店長じゃないかい。まあこういうツッコミ入れろというですね、メールが入ってますので全部これメールに書かれてるんですけどね。正直に言う、実際まだ行ったことはありません。ではまた会おう、ラーメン大好きコロナ太郎ということでメールいただきました。ありがとうございます。麺屋清水、じゃあこれはですね、まあ次回、まあ次回以降ですか、ぜひここも行ってみたいですね。まあね、なかなかね突撃でやろうと思ってるので、許可がもらえればということですが、まあね、これからちょっとつけ麺、いろんなところね、回ってきたいなと思っております。大島雅宏さんがレポートの、もう部長ですからね、大島雅宏さんね。で、僕はこれ編集してて思ったんですけど、本日の副部長があーちゃんとなってますけど、毎回副部長は変わるのだろうかと自分で編集し終わってから思ったんですけどね。まあ本日の副部長はあーちゃんということで、ゲストあーちゃんを迎えてですね、古源のつけ麺を今回は、食べてきましたと。ね、最後に何ですか、西尾坂部って読むんですね。ありがとうございます。西尾坂部、というもんですね。ありがとうございます。そんなわけでですね、麺屋清水、これもちょっと要チェックですね。そんなわけで古源、こちらはですね、木曜が休みだったかな。それ以外は休日はですね、昼休みもなくですね、1日営業してると。で、運よく行くとですね、クックマンにも会えるというですねお店でございます。まあ実は裏話を言うとですね、他のところもね、取材に行く予定だったんですけどね、まあいろんな事情がありましてじゃあまあ やりやすい焦げにしようかみたいなね流れがあったんですけど、でも焦げのつけ麺も美味しいですね。最後まで確かに冷えない、まあ冬のとついてるので、その部分では固形もねありなのかなと思ったんですけど、僕も思い出しました。鍋の上で食べると固形燃料の匂いがすごいですねだからね、器はどうやら器にとって食べた方が美味しいのかもしれないです。はい。ぜひですね、この放送見て興味持った方、古源の冬の魚介系つけ麺、ぜひですね食べていただきたいなと思います。はい。
大島さんもですね、結構恥ずかしいとかいろいろ書いておりますけれどもね、楽しいあの収録でした、ロケでしたこれね、次回もですね楽しみにしていただきたいなと思っております。はい、そんなわけでですね、あっという間の1時間でございますが、皆さんいかがだったでしょうか。つけ麺、ぜひですねこんなお店もあるよというのは、これからも継続して皆さんから募集していきますので、ぜひぜひ、メール、それから、こういったチャットのコメントなどでもですね、書き込んでいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。そんなわけでですね、今日はエンディングをですね大島さんの曲で終わりにしようと思っているので、もう少し僕喋らせてもらおうかなと思っております。はい、そうですね、大島さんよろしくお願いします。つけ麺、僕もですね、最近あれどこだったかな、この間つけ麺食べたんですよね。やっぱりね、その冷めてくる感じが案外つけ麺っていいのかなと思いますね。で、麺の量が多いというのは男性にとってはすごく嬉しいメニューでして、なんかいろいろ調べてみると、普通のラーメンの 1.5 倍ぐらいの麺がだいたい一般的だということで書いてありました。で、隠れメニュー、裏メニューですか、季節が変わるあの裏メニュー、あれもですねなかなか美味しかったです。で、実はあの日は食べられなかったんですけど、味噌味のつけ麺っていうのも裏メニューにあるそうなので、もしよかったらですね、こげんで裏メニューのつけ麺味噌味ってありますかとか聞いてもらうとね、僕名前出てこなかったんですけど、アマブッチョ X、 仮面をかぶったですね、注文を聞きに来た怪しげな方、アマブッチョ X って言うんですけどね、あの方がちゃんとメニューを教えてくれますから、ぜひこげんに行って、食べてみてください。そして、映像には映っておりませんでしたけれどもね、アマブッチョ X クックマンの他に小川くんっていうですね、小川マンでいいのかな、よくわかんないですけどね、3人がですね、料理をしてくれてるお店なんですよ。ぜひですね行ってもらうといいかなと思います。那西部ではですね、本当にね、オープンした時、オープンじゃない、開局した時にはですね、クックマンの番組もやったりしててですね、すごく馴染みのあるお店だったので、すごく撮影もやりやすく、もう自由にやらせてもらいましてですね、ひょっとしたらあの時にね来てたお客さん、もし今聞いてたら本当申し訳ありませんでした。騒がしくですね、撮影させていただきましたけども、まあ次はどこに行くのか、次元大輔っぽい小川くんで、はい、ブルースさんはよくね、ご存知のようで、そんなですね、こげん、ぜひ皆さんも行ってみてください。まあ、そんなわけでですね、今日最後の曲は大島さんのですね、この実は収録をした日、言ってますけどね、バレンタインの前の日って言ってますけど、実は、アコフェスにですね、大島雅彦さん今回の2月にはですね出ました。で、その、後にですねこの収録してるんですけども、今日の最後はですね大島雅彦さんのですね、曲でお別れしたいなと思ってるんですけどね。まあ、そんなわけで微妙な時間が余っておりますけれども、来週はまたいつものようにですね普通に放送しますけれども、まあ、またね、かおりちゃんが来るのかどうか分かりませんけれども、ちょっと僕の番組では いくつかコーナーをやっていこうと思ってます。割とね動画の編集10分15分だったらですね、その日のうちにどうにかできるようになってきました。僕かなりね、腕上げましたんでね、ちょっとね、毎回こういう楽しいなんか動画編集してみんなにお見せできたらなと思っております。那須の頑張ってるお店を応援するのが我々の、使命でございます。広くは栃木全域をですね応援していきたいなと思ってるのでですね、楽しみにしててください。そして僕番組冒頭に言ったこの、スマートフォンですね、 iPhone とか Android、そして、Windows フォンですか、これちょっとなんかそれぞれ設定があるようですけど、ちょっとね、まあ、チャットの方でもブルースさんの方で書いてましたけど、 iPhone ではなんかこちらのね、放送側のなんか設定が必要だというようなことでしたけれども、ちょっともう少し調べてみます。少なくともこの Android 携帯で、Ustream というですねアプリをダウンロードしていただくとそのまま見れますので、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。そんなわけでですね、今日はつけ麺をメインにですね、お送りしました。また次回この大島雅宏の栃木つけ麺部、これが放送の時はまたつけ麺をテーマにね、また皆さんにお送りしたいなと思っておりますので、楽しみにしててください。それでは、もうなんかね動画流すと本当ね楽ではないんですよ。楽ってことではないんです。でもすごく楽しいです。僕はすごくその放送しながらみんなのチャットの動きとか見ててすごく楽しいなと思って、編集のやりがいっていうのがここにあるんですね。次回も皆さん楽しみにしててください。それでは鴨雄三と会うのはまた来週ということで、
そう、動画はね配信より編集が大変です。でもね、それがこのチャットで反応が戻ってくるっていうのは僕はすごく嬉しいことなのでね、また次回を楽しみにしててください、今度はどこになるか分かりませんけどね、まあそんなわけで今日は大島雅宏のつけ麺部第1回こげんお送りしました。そして、鴨雄三と会うのはまた来週ということで、今週はねあと土曜日にまた、HMC33 の二人よがりですか、こちらも放送になりますのでよろしくお願いします。今日のお別れは大島雅宏さんで、アコフェス、ボリューム6で歌いましたいつものように、この曲でお別れしたいと思います。それでは皆さんこの後も素敵な夜を、バイバイ。うん、いいよ。どこまで届くんだろう、君と僕の声、いつまでも優しく あればいい。三日月の向こうに明日が待ってたら、なんて言うかな、笑ってるかな、怒ってるかな。
夢の景色に色をつけよう今君を愛してる何気ない日々手のぬくもり涙の いつものようにという曲をお送りしました。